日本東京都中野区、中野中野は、東京都中野区の町名。現行行政地名は、中野1丁目から6丁目。郵便番号は164-0001。中野駅前を中心に繁華街、オフィス街が形成され、秋葉原に次ぐ、オタクアイドルの聖地として知られる一方、完成な住宅地も広がる。現在、駅周辺では大規模な再開発が進められており、 2012年には中野式の都市が町開きしている。中野区中央部に位置する。中野区役所、サンプラザサンモール、中野ブロードウェイ、中野駅前の繁華街などがある。東部は中野区東中野、南部は大久保通りを境に中央になる。北部は和稲田通りを境に、荒井、野方、城高田と接し、西部は杉並区公園地南。 公園寺北に接する。中野駅は JR 中央線快速、中央、総武観光線、東京メトロ東西線が乗り入れるターミナルで、2014年度の1日、乗車人員は14万587人と、JR 東日本の管轄内で19番目に多い。中野駅前を中野通りが縦貫し、沿道に中高層建築が立ち並ぶ一方、駅周辺以外は、 住宅街となっている。いわゆる木賃ベルト地帯の一角であり、木造の賃貸物件で一人暮らしをしている若年層の住民も見られる。なお、駅北口及び警察大学校跡地を中心に大規模な再開発事業が行われており、一部が2012年に中野式の都市としてオープンした。駅南口でも2011年には丸い中の本店がリニューアル、 2012年には中野ツインマークタワーが竣工するなど街並みが変貌しつつある。中野駅周辺の昼間人口は再開発前より約2万人増加した。これにより2013年度の駅利用者数は前年より10.8%増加した。2015年1月1日の工事地下によれば住宅地の地下は 中野山の23の46の地点で66万5000である。なお、鑑定評価書によれば、当該地域は、利便性の高さも兼ね備える高級住宅エリアで、区画整然と邸宅が立ち並び、有料な住環境を形成している地域であるとされる。また、2014年7月1日の都道府県地下調査によれば、商業地の地下は、 中野後の64の9の地点で300万である。上記をはじめとする商業ランドマークが存在するほか、中野駅徒歩数分程度の狭い範囲に多数の商店街が集中している。特に駅北口東側は、情勢地域、中央線沿線屈指の繁華街であり、駅周辺の半径500メートルに、小売事業所、数304件、飲食店事業所、 数220件が集積する。中野ブロードウェイをはじめサブカル関連産業の集積が顕著であり、また数々の声優やアイドルグループが中野サンプラザなどでイベントを開催することからオタクアイドルの聖地として巧妙であり、西の秋葉原の異名を持つ。駅近辺ではアニメやコスプレ関連のイベントが頻繁に開かれている。 2007年の中野駅から半径 1km 圏内の小売業年間商品販売額は1188億905万円である。このうち中野駅南口はファッション関係の店舗の年間商品販売額の割合型解消業集積地区の中で285億300万円の年間商品販売額を誇り中野駅北口は秋葉原と同じ。 何にも特化しがたい商業集積地区で505億3600万円を記録している一方で、政風俗産業などの集積は、同規模の商業地である錦糸町、五反田などと比較してほとんど進んでおらず、ほぼ純粋な飲食店街を形成している。主な商店街駅北口南口駅周辺は、商業地が中心だが、少し離れると完成な住宅地である。 住宅地の少ない中の4丁目を除けば、人口密度は高いが、新宿まで一駅と都心にもほど近く、関西で犯罪発生率も低いため人気のある住宅地となっており、住みたい街ランキング、住んでよかった街ランキングで共に1位をつけている。現在の中野区一帯は、武蔵野の中央に位置することから、中野と呼ばれるようになった。こうして誕生した。 中野村に1889年に中野駅が開業したことから中野駅前という町廷が誕生、住居表示の際、周辺と共に中野に改められた。徳川綱吉が発布した小類アーレミの例に関連して1695年、囲い町地区などに野犬を収容し世話するための大規模な犬屋敷が設置された。 医者や役人が配備された計5つの囲いの中に、最盛期には10から30万頭がいたとされ、当地に集落が形成され、囲い町の名前の由来となった。また、徳川吉宗の時代には、旧桃園町域に桃の花の名所が作られ、地名の由来となった。江戸後期には、一般庶民も花見に訪れるようになり、隅田川や飛鳥山の桜と合わせて、 現代の花見のルーツとされる。その他の地域では、畑作と製粉、味噌、醤油醸造などの食品工業が整備された。特に蕎麦粉の生産は有名であり、江戸で消費される蕎麦粉のほとんどが中野蕎麦だったとされる。明治時代に、甲武鉄道が開通すると、当時は駅前だった、東園通りから市街化が進んだ。 ついで囲い町集落の住民や荒井役師や堀の内名法事への参拝客の利用が増加し、参道商店街が作られるなど、急速に都市化したが、明治後期でも駅周辺には麦畑が残っていた。1896年には陸軍電信隊、鉄道隊、気球隊の施設が、ついで陸軍検兵学校が現在の区役所付近に作られた。日露戦争後に、 お茶の水中野間の運転間隔が10分になるなど、後部鉄道の輸送改善が進むと都市化が本格化し、陸軍施設の関係者が住む町である一方で、高所得者の別荘がある、郊外住宅、地としての環境が整った。対象に入ると、駅の乗降客数も増加し、中野は都心部へ通勤する、人々のベッドタウンとして、 成長を遂げ、現在のサンモール周辺にも焦点ができ始めた。関東大震災後には、甚大な被害を受けた下町から、膨大な人口が流入したことで、宅地開発に拍車がかかり、早稲田通りから、現在の中野ブロードウェイの一部にかけて、模範市場が作られるなど、商業の集積が顕著になった。1929年、中野通りを立教化し、中央線と、 立体交差させる計画が発表されたが、当時の道路状況では、粉塵が橋本の商店に飛散する恐れがあり、駅北側の商店主が反対した。その結果、駅は現在地に移り北口が新設され、中野通りは線路の下を通すこととなった。この時、上記の商店主らを中心に、駅北口周辺一帯の地盤を現在と、 同じ高さにまで掘り下げる工事を自ら行った1931年には中野初のデパート丸イが開店し、情勢地域を代表する広域証券を持つ商業地に成長した。1937年には現在の3番街までだった中通り商店街が現在のブロードウェイの入り口地点まで延伸された。当時は年中無休で23時頃まで営業していたという。 同1937年には陸軍中野学校が囲い町に作られ、1945年5月25日の山手空襲では中野区一帯も標的となったが、駅周辺は消失を免れ、終戦後には陸軍の土地に米軍が駐屯し駅前は米軍の物資の横流しもあり、闇市が発達、当時は中央線沿線で最も発展した闇市と称された。 復興の過程で闇市は商店街へと姿を変え、1948年には中通りは中野北口美観商店街に改称した。1958年にはアーケードを建設し、現在の中野駅前の繁華街の基礎を作った。1966年には英団地下鉄東西線が開業、中野駅は名実ともにターミナル駅となった。同年には、 中野ブロードウェイが開業、東洋一のショッピングセンターとして約400店が軒を連ねた。一時は店舗の陳腐化や撤退のため200店前後にまで落ち込んだが、1980年のンだらけが開業、同様の業者を呼び寄せたり、サブカルチャーが脚光を浴びて、同社の店舗数が増えるにつれ、オタク文化の発信拠点となった。地下アイドルのミニライブなども、 定期的に行われている。また、1970年には、日本初の会員制総合スポーツクラブとして、東京アスレチッククラブがこの地に開業。1973年には、最高級のコンサートホールや、結婚式場、ホテルを要する中野サンプラザが竣工さらには、1975年に、中野北口美観商店街が、 中野山モールになるなど、現在の街並みやランドマークが、ほぼ完成した。現在では、2012年に、中野式の都市が町開きするなど、中野駅周辺で大規模な再開発が行われ、街並みが大きく変貌しつつある。中野は1966年10月1日に、住居表示を実施。旧町名は、町内会や公園の名前などに残るのみとなった。 1>, 1から3丁目が JR 中央線の高架より南側4から6丁目が北側である。中野の各町長の位置関係。上側が北。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。駅に近い西側は繁華街、東側は住宅街になっている。 主に住宅地となっている。町内の鉄道駅は中野駅のみであるが、東部では東中野駅、中野坂上駅、落合駅、北部では荒井久島、A、駅、南部では新中野駅も利用可能である。中野サンプラザ20階から見た中野駅と中野通り、京王バス東、中野営業所の路線図駅北口、南口双方に大規模なバスターミナルと、 北口に関東バス案内所、南口に京王バス案内所がある。中野駅から区内各所、新宿、池袋、渋谷や近隣の区を結ぶ路線のほか、銀座や羽田空港と結ぶ中距離路線、長距離の観光バスが発着する。ありがとうございます。